こんにちは。こちらのチャンネルのオーナーである羊の欄を代わっているさよです。このビデオは Python を使用して簡単な電卓を作成するためのものです。チャット GPT を使用してコーディングに挑戦してほしいです。最初は簡単な電卓の作成です。UI もなく、ターミナルで入力を受け取り、出力します。最初に数字を入力し、どの演算を行うかを選択して、その後に2番目の数字を入力する形式です。計算が完了したら、結果を表示し、再度行うかどうかを尋ねます。プログラムの動作順序を忘れたラムは、当然エラーを発生させます。エラーの処理とリセットがないプログラムなので、停止するのは当然です。なぜエラーが発生したのか驚いて、事故が止まってしまった様子を見ています。あ、原因を発見しました。プログラム自体には問題がないので、次に進みます。2番目のプログラムは単純に UI だけを追加しました。日常で見る電卓の形は確かに違います。キーボードで両側に数字を入力し、真ん中のボックスでどの演算をするかを選択した後に、下の計算ボタンを押すと、結果が表示されます。要求されていなかった0から始まる計算の処理と、自動リセット機能があるため、少し驚きました。このプログラムも問題がないので、次に進みます。3番目の電卓は、普通の日常的な電卓の形にしました。上の入力欄では、計算式を表示しながら常に式を追加することができます。計算ボタンを押すと、下に結果が表示されます。満足なパフォーマンスですが、マウスを通してのみ入力される状況です。そのため、4番目のプログラムではこの状態でキーボード入力のみを追加してみようと思います。あら、演算ボタンは消えてしまいました。マウスが揺れているのが見えます。キーボードの入力は正常に動作しています。ラムはこの問題を探しています。3番目のプログラムから4番目にかけていた部分を見つけて追加しました。正常に動作しています。よかったです。どこで学ぶべきか、どこから始めればいいのか、本を買って例を真似してみて、バグが発生して、バージョンが異なるという原因に絶望する。今では、いろいろなことを試せそうです。皆さんも一緒にいろいろなことに挑戦しましょう。動画を見ていただき、ありがとうございます。